後ろ危ない。リック、後ろ危ないよ。お前の妹は我々が預かった。な、ドアップ 謎のドアップ。なんだと、貴様一体何のために。我々が欲しいのは妹がお前に預けたビデオテープだ。そのテープを持って明日の朝シティスタジアムまで来な。あのテープがあると厄介なんだよ。斜め下に下がっていきましたけどね。お兄ちゃん大スクープよ。ジーカスの取引現場を押さえたの。このビデオテープのことですね。ちょっといちいち、面白いですが、はい。このゲームはですね、ラッシングビートというね、ジャレコさんが出している、ベルトスクロールアクションゲームになってますね。今ちょっとオープニングを見ながらのお話させていただこうかなと思います。1992年にね、ファミコン用のソフトとして出されているゲームになっているんですけれども、基本的には主人公を2人選べます。さっきの、リックとこのノート、この2人を、選ぶか、あとは、2人プレイもできるんでね、やりながら、進んでいくというね、ものになっております。ちょっとオープニングはね、アニメーションちょっと面白い部分もありましたが、これね、はい、ラッシングビートです。すごいでしょ？燃えてますもん、文字が。そしてね、何がいいって、このジャレコの、私、ジャレコさんがすごい好きなんですけれども、ジャレコさんのロゴを見るだけでね、めちゃくちゃテンションが上がるというような感じでございます。ではやっていきましょう。基本的には王道のベルトスクロールアクションなんですけど、ちょっとコンティニューとかの、ね、制限もあるので、どこまでできるか分かんないですが、クリアを目指して頑張りたいなと思っております。で、一応このベルトスクロールアクション、結構王道の、ね、ベルトスクロールアクションなんですけど、ポイントとしては、ね、怒りモードっていうのがあります。なんかある程度のダメージを受けると急に体が、点滅して無敵になるっていうね、ものでございます。そういうのもやりながらね、すぐ点滅するかと思うんでね、見ていただけたらと思います。ちょっとオプション確認しましょう。はい、ではやっていきましょう。 VS モードとかもあるんですね。リックとノートじゃない、ノートは同じ人でだったわ リックとビルドかな。どっちがいいかな。一応リックにしよっか。妹を助けるためにね、リックでやっていきましょう。ステージ1、ポリスステーション。暁のストリート。さあ、いきますよ。ボタン確認しますね。ジャンプ。これ投げか。OK。基本的には、いっぱい来ちゃった。こんな感じで、王道のベルトスクロールアクションっぽく進めながら行けばいいのかな。すごいね、相手やられると漢字で死って なんで、結構すごい、なんかすごいよね、ドストレートな表現で。基本的にはこのパンチはいいのかな。ここにも使えるとかありそうだけどね。ちょっと、すわ、いるね。ちょっと進みながら、いろんな技を試していこうかな。うわ、伝わりそうだ。なんかちょっと首に扇風機みたいなのかけてましたね。して、だいたい左右から出てくる感じだよね、多分。もう真ん中からのやつはないだろう。うわー、足が長い。あ、怒りモード。これが怒りモードですね。怒りモードになると、みたいにちょっと新しい技みたいなのが、一定時間出せたりするみたいな。というか、回復欲しいな。そのパリーン怖いからやめてほしい。ねえ、バイオハザードじゃん。痛い。死んでしまいましたね。あ、まずったか。ない、パリーン。痛い。逆向いてるし、私。程度の距離を保ちながら、痛い痛い痛い、やめてよ。怒りモードになっちゃったよ、もう。だって私を怒らせるんだから。早く回復アイテム。これ回復アイテムじゃない？
書いてるんじゃないの？回復したよね、ちょっと。こんな感じ。おーい、ボーって書いてあるのに出てくるのはずるい。もうすぐ怒りモードになっちゃう。怒りモード強いな。多分他の、あ、ごめんなさい、他の攻撃とかもありそうだけどね。おい、びっくりした、バスに行かれると思いました。さあ、てかバスの中はさ、ダメじゃない？めちゃめちゃ一般の、いや一般の人マッチョだな。一般の人乗ってるからさ、さすがに騒いだら運転手とかに怒られるよ、これは。はい、これはちょっとやっちゃってますね、怒られちゃいますね、多分ね。あんまり端っこ行くの怖いんだよ、急にさ。ただ怖い、あ、このこいつ足長いから嫌い。結構この足長やだな。なんか足長ハマっちゃうんだよな、私今日。足長はもういない？オッケー。あ、ちょっと待ってください、私ナイフ拾います。あ、ナイフ拾わせてください。シュッ。あ、おじさんに刺さりました。あ、刺さった。お、危ない、横になってるおじさん。よし、いや、この足長は先生が、あー、きついな、なんかちょっとやばいな。やった、あれ、さっきやったの足長。よし、うわー、足長がいっぱいいるよ。でもいろんな技がね、こう怒りモードになるといろんな技が出せるので、ほい、足長い、これが強いんじゃないの、この試合ね。え、なんか強そう、結構こういう、あ、お疲れ、お疲れちゃん、お疲れちゃんですね。グレートスクロールアクションって結構ジャンプキックが強い印象がある。こう、え、シティスタジオ、待って、それアイテム、絶対アイテム、はい、投げときましょう。私アイテム欲しい。え、絶対この人とかもう、うわー強い。あー、お寿司、ここでお寿司、ちょっとお寿司食べたい、お寿司を食す。いやー強い、ジャンプキックだわ、痛い。めちゃくちゃ痛かった今。なんだ今のは、やだ、あなたもジャンプキック？ちょっと私とキャラ被っちゃうよ、そうすると。きついな。みんなやった？あ、いるじゃん。え、ちょっと無敵な状態の時に近づいてきてほしかったんだけど。ご飯食べたいな。よし、これだ。これだな。近づいてくる人にはジャンプキック。あれ、危ない、上に来ない、全然来ない、距離感むずい。大きいのがいるな、多分。あー、いいね、それ初めて見る技。よしよし、きついきついきつい、足長怖い。よしよし、足長は地味に、ヒーン、何それ、それやめて。どっちかを先にやりたいな。スリップやった？あー、どっちもやってない、生きてた。よしよしよし、ちょっと私も死にかけなんだよね。あ、え、世界観が難しい、なんか、え、ずるいじゃん、急に出てくるじゃない。投げ技が意外にハマってる。よし、ミスった、距離感ちょっと怖い、ミスってるね今。あ、
あっち先にある。よし、なんか右から出てきそうじゃなかった今人が。え、これ音、ああ、ちょっとやばい、今のうちに。なんかよくわかんない武器をゲットしたから。痛い、もろともしないじゃん私の最強の武器を。ちょっと武器使わないが絶対強いじゃん。もうなんだその武器。コンティニューよ。え、あ、びっくりした、消えた。あ、違うキャラになっちゃった。使い慣れてないのよ。あ、でもこれ強そうだな。パワー系か。間違えて違うキャラにしちゃった。さあ、シティスタジアムです。スタジアムの人、ちょっと体重そうだな。ねえ、若干体重そうだよね。あ、なんかそういう技もできるの。そういうこともできちゃうの。ああ、いや、あ、強いかもしれないな。ああ、ベガじゃない、なんか分かんないけどベガって言っちゃった失礼しました。殴る気ままなもんな、体勢が。あ、でもガタイのはちょっと心強いかもしれないな。よいしょ。ビジュアルでビビらすってことができるからね。ちょっと足長やだな。あ、いいね。あ、やばいじゃん。何それ。え、ちょっとゴム箱ぐらいはせめて普通に投げてほしい。え、全然当たんないんだけど。えい、ボブやれ。なんか爆弾が好きだからボブって名前なのかな。強そうだね、タックル。ちょっと休憩。よし。加藤さん、おい、同じタイミング。加藤さんはやりましたよ。よしよし、このまま行こう。確かに体重いけど使いやすい可能性はあるな。一撃が重たそうだもんね。よいしょ、首動きですよこれで。あ、ちょっと私そろそろ死にそうなんでね、ご飯食べたいですね。いるじゃん、ご飯ない、なさそうだな。スタジアムご飯。あー、ちょっとキャラかぶりです私と。あ、いっぱいいる。あー、きつい、足長が一番やな。いや、もうこれだ。全タックルしよう。全然効いてない。いや、足が重たいな。きつい。怒りモード。もう怒らせたらまずいよ、こんな人。やばい人なんだから、絶対。よし。進んだ？あ、ロッカールームみたいなとこ来たね。あ驚かせないで、びっくりしちゃうから。私こっからも出てくる。いや、もう分かってたもんね。もう同じ手に2回は。あ、やばいやばい、足長いる。いや、足長だけちょっとやっぱ距離感がむずいんだよな。よいしょ。基本これが一番良さそうだけどね。よし、行きましょう。あ、まだ？あれ？ちょっと足の方との距離感がマジで。よし。あ、お休み中かな？疲れてた。ちょっと体力なさそうだもんね、やっぱ他の人に比べるとね。そんな感じはしてた。お肉とか食べた方がいいもん、絶対の体型の人。よいしょーい、よいしょーい。全然関係ないとこにしちゃった。びっくり、楽しいな。よいしょー、やばいやばい、竜みたいになかった今。え、竜じゃん。
ルトラマンみたいな声がする。楽しいな、ひたすらこうやってはしゃぐね、はしゃいでますね。楽しいわ、気に入った。ジョーイ、すごい楽しそうだもん。よいしょ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 、こうやってひたすら楽しみながら。たまに当たってないよね。よいしょ、素晴らしい。なんか新しい人出てきてない？ボブいなかったよさっきまで。よしよし、じゅわー、ちょっとボブ汚いんだよねなんとなく敵にもちょっと清潔感を求めたいところはあるよね。え、めっちゃ強いじゃんもうこれ。ひたすらこうやってはしゃいでればいいじゃんね。ちょっと次はロッカーを通り抜けて駐車場ね。うわ、電気消えた駐車場とかちょっと怖いよね。パリンパリンどころじゃなくて普通に、あ、肉、あ、肉取れない。あ、なんで肉取れない。あ、ちょっと取れた、お肉食べれたちょっとカミカミ。お肉食べれたらもう強いよこっちは。もうあとはもうひたすらはしゃぐだけだ、こうやって。あ、やべ、ジョーのタイミング間違えた。よいしょ、やっぱ投げ技が個人的には結構好きなんだけど。ちょっと間違えてる。やばい、怒りモード。やっぱちょっと、あ、そう投げ技やっぱかっこいいな。また華麗に投げ技を決めたいところだが、こいつ一番嫌いなんだよ。なんか足長いから、地味に投げろ。痛いやだー。あとこいつだけ、あ、いるよねまだ。でもはしゃご、えい、怒っちゃったよもう。え、お肉そろそろちょっと食べたい。やべ、いるじゃん、もっとキラーコンしていっぱいいるじゃん。やだ、上場してるひたすら上場するかい。あ、いてえ、あいつ強いな、意外に攻撃力あんだな。やっぱ他のさ、ちょっと技も出したいなとか思わないで、もうこの安牌のドゥオをやりまくるしかない。それが一番やっぱ強いかもしれんと思った、気づいた。やばい、竜いる。よいしょ、ね、デュオが一番安全だもんね。やっぱポエっていうの、あなたポエっていうの、あなた名前じゃなかった。えい、ポエさん、え、かたいじゃん、みんな。ジョイ、何それ、今のうちにみんなをボコボコにするぞ。怒りモードが強いから、怒りモードのうちにみんなをボコボコにしとかないと。何それ、ご乱心だよもう。みんなのせいでビルドさんがご乱心ですよ。ジョージョー言っちゃってるもの。やばい、足長いる。よいしょ、投げといて
てコツがやっぱ分かってきた気がするな。いかに体当たりするかっていう感じだよね。アイテムが意外に少ないから辛いな。どこ行った？痛いです。よし。あ、ボスかな。あ、ちょっと体力が心配。ビデオカメラマン？何それ？音楽？あい！危ない。よく避けたな。マジで奇跡。そのレゲエな感じの人をやればいいんだよね、多分。本気？本気で合ってます。名前は本気ですか？ちょっと足が悪いんだけど、なんかあれ？あーりゃりゃ、間違えました。さあ、スケボーみたいなの乗ってる？一応やればいいんだよね。ちょっとやめて、見せびらかすな。気になっちゃうから。いてー、ついに引かれた。めっちゃ受けたのに、頑張って。ずるい、端っこにいるの見えない。しなきゃ。やったのでは。イエーイ、ステージ2クリア。さあステージ3、スカイスクラッパー、夕闇の待てる。どこまで行けるかな。絶対パリンじゃん、ここなんて。間違った。あ、そこから思ったとこじゃない。絶対アイテムだと思った。まあそうやってハマってる人がいるんだもんな。まあまあ騙されて。よいしょ。これでもアイテムないな。あ、ネズミ、ネズミ、ご飯じゃない。騙された。ご飯だと思ったらネズミちゃんでしたね。これはパン？パンだよね。あ、違うわ、ごめんなさい。レンガ、レンガ。普通に食パンかと思ったんだけど全然違う。マジで勘違い。全然パンじゃない。投げそうもんね。びっくり、びっくりしちゃった。やっぱこれが一番強いな。ジュアーが。やばい。よし、一回距離感間違えると足長いのめっちゃアピールしてくるから、こいつは。それだけ気をつけなきゃいけない。あ、お疲れちゃん。お疲れちゃんなのよ。ちょっとやっぱボブはちょっとやっぱ汚いよね。あ、危ない。やっぱ私としては気になる部分なのよ。ボブじゃなくて、足長がダイナマイト投げてるじゃん。やべやべ。怖い。ちょっとそこパンチ届かないよ、その距離。多分届いてんのかな。危ない、見えないところから。ずるい、とてもずるい。コンティニュー。あ、じゃあこっちの主人公に戻すか。どっちがいいんだろうな。こっちも待って、武器拾うのは結構むずいね、このゲームね。ちょっと待ってください、武器を拾わせろ。ネギみたいな、ネギみたいなナイフを私に。よし、で、やっぱガタイ方がやりやすいのか。足が速い、どっちがいいんだろうな。むずいな。
パンチの気持ちよさはこっちだよね。やばいやばいやば、ご乱心ご乱心。別に王道で勝とうと思って、ああ爆破する、それ投げてるよ。よし、やばい、これじゃないちょっと、よいしょ、見えないんだよな、みんな見えないのちょっときついから。あお、意外にもパンチ強いのね、あなたたち。よし、いいんじゃない。あ、なんかみんな強そう、いいんじゃない。やっぱ投げ技気持ちいいな。あ、気持ち悪い投げ技が決まった時めっちゃいいな。ねえ、操作してるのの気持ちよさはこのこっちかもしれないけどね。やばいやばいやば。よいしょ、じゃあ見たかな。はい、次行った？うわー、エレベーターね、落ちてくるかな敵。やっぱり落ちてこなかった意外にも落ちてこなかった。お肉ね、お肉ちょっとお肉だけ食べさせて、本当に。でさ、ボタンが、よし、食べれたわ、いいんじゃない。ちょっと元気になったもん私、お肉食べたおかげで。オッケー、え、ちょっとなんかガタイいい人が大集合しちゃってる。あーミスった。あ、いいね。いや、やられてる、怖い。端っこにいんのずるいんだよな。よいしょい、投げて投げて、いつもこうですね。いいね、華麗に決まってるよ、さっきから。楽しい、パシ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 。やった、やってない、やった。あー、ちょびっと残って、やったやったやった、足速い。いや、めっちゃタイプ似てるかもしれないから。逆向いてんのよね私さ。だから飛び蹴りをしまくるしかない。ないよ、よし、怒りモードだ。怒りモードがあるのいいな。なんかまだ希望があるもんね。やられても、もうそれ落ちるよそんなとこいたら。何そのとこにいんの。めちゃくちゃ面白いじゃん。そんな危ないとこにいたら、ちょっとくしゃみとかしたら落ちちゃうよ。本当に。めっちゃ面白い。本当面白かったよ今。意外な場所にいたわ。いて、何それ、何それ攻撃。ダサあ、死んじゃった。めちゃめちゃダサい攻撃の方法してくる。何それ、飛ぶとも知らない。じゃないので、やりながら、あー、周りが出てくるときついんだ。
構死んじゃってんな。あなたをやればいいんだよね。でも多分まだでも体力とお化け、体力お化けなんだよね。いいよ、あなたまで。まだだよね。やだ。よいしょ。よいしょ。投げて。いや、もうちょっとなはず。意外に体力あんな。決まったんじゃない？やったんじゃない？ああ、みんな退散してった。よし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 。乗り方かっこいいね。